イイイングララト2ステイヒューーマのの登場キャラクターや3つの勢力を紹介ゾンビについての新情報もという名前のもとプレイステーションブログの方に記事が上がっておりますダイングライト2は以前からうちのチャンネルで見てきたゲームのゲームという風になっておりますがそれの新情報ということで引き続きここで押さえていこうと思いますまあ昨日の動画がねかなり気合い入ったやつだったんで今日はちょっとねゆったりめに行こうかと思いますがちょっと喋り方が変だったら申し訳ありません 今日、スープ作ってて、味見した時にやけどしちゃって、あの、ベロがうまく動かないので <laughs>、しかも、それだけならまだしも、そこの上に、あの、辛いもん食ったら悪化して、みたいなね、ちょっと、まあ、そういう感じなんで、ちょっと喋り方変だったら申し訳ありません。とにかく、どうも皆さん、こんにちは、カイカイです。えー、声込んで楽しんでいただけるなら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、といったところで、早速入っていきましょうか。 このダイイングライト2またね来年の2月に出てくるタイトルの一つというふうになっております一応予約情報などなど、えー、記事の下の方にありますんでその時に見ていこうかなで2022年2月4日発売予定のプレイステーション5プレイステーション4用ソフトウェアト2ステイヒューマン本作に登場するキャラクターや独自の活動を行う3つの勢力本作の舞台シティを徘徊するゾンビに関する新情報が公開されたということで 物語の鍵を握る登場キャラクターエイデン・カルドウェル本作の主人公危険が渦巻く荒廃した土地を旅し商品やニュースを運ぶ流浪人行方不明の妹ミアを探していて彼女がいるかもしれないという情報をもとにシティへ向かう実際世界観の構築という点においてはこの舞台となるシティ以上の広がりがあるけども、えー、ストーリー に関してはとりあえずそうリー展開に関しては全部 C の中で起きるっていう風な認識かなこの行方不明の妹ミアっていうのがねストーリーにどういう風な影響を与えるのかっていうのは非常に楽しみですでホーコン・ハラルドソンうんエイデンが C で必要不可欠なバイオマーカーを入手するために協力してくれる人物エイデンが妹を探していることも知りその手助けもしてくれることにこのような両親っていうことかな多分 最終章ぐらいで死ぬんじゃないかな,なんか今ゾンビに追いかけられてるけどこのゾンビなんだなんか手が変なことになってますね非常に興味深い。死で、えー 独自の活動する3つの勢力所属するセルフによって物語が大きく変化ということでこれは以前のストリートレーラーであるとかこのゲームプレイのプレビューとかでもね確認されていたことであるんですけどもどの勢力に所属するのかどの勢力に協力するのかっていうことによって世界観が変わっていくこの特定のエリアが解放されたり特定のエリアにおける特定の行動が解放されたりそういうことも起きるんですけどもここで言ってるのはそれに加えてもうエンディングまで変わりますよっていう,うなことですね でまずはピースキーパーですけども秩序を重視し武力による外敵の排除によって人類と文明を守ろうとしている勢力リーダーであるジャック・マット・少佐を中心に多くの兵士で構成され、えー、荒廃した世界でも確固たるルールで組織体系を維持しているまあ軍事国家的なイメージですかね 基本的には市民の味方であり日々感染者やレネゲードから人々を守っているが時に市民を厳しく取り締まり高圧的な態度を取ることから拒む者も,のもまた目的達成のためには多少の犠牲はやむを得ないという考えをも持っているということでこの一番真っ当なんだけども嫌われてしまう勢力っていうふうな認識ですかねピースキーパーのリーダーがジャック・マット・ショー,サーですね えっと、サバイバー。サバイバーは、ピースキーパーに参加しなかった一般市民の生き残りによって構成された勢力。市の各地にコミュニティが存在し、ピースキーパーのように確立された組織体系ではないものの、互いに強い絆で結ばれている。サバイバーのコミュニティは、信頼によって成り立ち、文化や芸術、かつての職人の技術を学ぶことで人類と文明を守れるという考えを持つため、サバイバーとピースキーパーは表面上は友好関係にあるが、思想の違いから不和が生じることもあるということで。まあ、 こっちの勢力はイメージとしてはもっと市民の味方っていう風な感じですよね。ちょっと理想論を掲げてしまっていて、それを達成できない部分はあるんだけども、それでもひたすら夢を追いかけている人たち、そういう風な認識でいいかと思います。このサバイバーじゃなくてピースキーパーはもうちょい現実主義ってことかな。で、レネゲード。 レネゲードは街に混乱をもたらす盗賊集団ピースキーパーとサバイバーの両方と敵対しているプレイヤーはレネゲードには所属できずシティを徘徊する感染者と同じようにゲーム内での主要な敵となるということでまあの人類の敵一作目の方でもいたやつらそういう認識でいいと思いますで恐るべき THVTHV えー、っと多分略称はザ・ 波乱ウイルスって感じでしょうね、えー、本作に登場するゾンビの新情報が公開、えー、波乱は1作目の舞台になった場所、えー、エリアという風になっておりますか中東の国とかそんな感じだったと思うけどね1作目でえ起きた展開がそのウイルスがまた別の場所に広がってしまってまた別の場所でね感染が拡大してしまっているっていう風な認識だと思います 本作に登場するゾンビは THB に感染し怪物へと姿を変えた人々 THB は紫外線を浴びることで症状を抑え込めるがある時点まで症状が進むと転化が起こり人間の姿に戻れなくなる一作目にそんな設定あったっけまあ、とにかく感染したことが分かったらひたすら日光浴すればいいっていうことなのかなシティでは生存者も全員が THB に感染している状態で紫外線に当たらない場所に長く留まると怪物へと変貌してしまう危険性を秘めたまま生活しているあ そういう感じっぽいですね。一作目、そこまでそういう設定はなかった気がする。なんか、もうちょいこのウイルスのね、体型ストーリー、バックストーリーっていうのを深みを出しているみたいです。この辺ね、えー、いろんなウイルスを、ね、出してくる、でっかいフランチャイズとかなってきたら面白いですよね。第2のバイオハザード。バイオハザードパルクルみたいな。まあ、それはね、将来的な、えー、今考えてもしょうがないですね。で、バイター。 シティで最もよく目にするバイター転化した人間が怪物に変貌する前紫外線にさらされて退化した姿うんちょっと待ってよ転化した人間が怪物に変貌する前紫外線にさらされて退化した姿動きは遅く知能もないが昼間でも活動できる程度には紫外線への耐性を持っているこちらは一番よくいるやつまあ一番ざっこいゾンビですけども転化した人間が 怪あに変化する前に紫外線にある程度さらされたことでウイルスが弱体化してしまったでそのせいで動きが遅かったりするんだけどもウイルスが弱体化してしまうその過程の中で一応紫外線に対する耐性は得たことから日中でも活動できるそういうふうな設定かなでハウラ恐ろしい叫び声で仲間を呼び寄せる見つかると大量の感染者に追われるチェイスが発生する。 いやですねチェイスが発生すると多分パルクルを駆使しながらひたすら逃げる必要があるっていう風なことだと思いますまあ戦うことも可能ではあるでしょうけど多分序盤では無理でしょうねで「ボラタイル前作にも登場した「ボラタイルは素早く残忍な恐ろしい怪物人間を執要に追ってくるこいつはこのバイターとは違ってまあ1作目のね自分の知識の引用になりますけどもこのバイターとは違って え非常に動きが素早いとですが日中は活動できないので、えー、夜中した夜中しか出てこないというふうになっておりますでこのボラタイルっていうのは英語から日本語に直訳すると揮発性っていうふうなことになるんですけども揮発性まあ言い換えれば非常に不安定な存在であるそういうふうな認識でいいかと思いますもう何をしでかすかわかんない恐ろしい存在それを名前で伝えてるんだと思います で続いて、えー、THB と戦いながら暮らす人々に欠かせない2つのアイテムバイオマーカーこれ何だったんだ結局バイオマーカーは転用者あ着用者の状態をモニターするブレスレット状のアイテム通常は緑色のライ,トがライトが点滅しているが着用者の THB 感染が進行し点火の兆候が見えると赤色の光に変化する 全員がバイオマーカーの着用を義務化されているシティ使用済みのバイオマーカーは再利用できず未使用のものを見つけることは非常に困難だとこれがないと安心して一緒に暮らせないっていうことでしょうねでなんか街中にいる時に赤くなってしまった場合は多分外に追い出されるとかそういうことじゃないかと思います UV ライト紫外線を放射するラ UV ライトはウォラタイルをはじめとする凶暴な怪物にも極めて有効なため設置式や携帯式などさまざまな形で広く使用されている外敵から身を守るだけでなく THV に感染している自分自身が点火するのを防ぐためにも UV ライトは欠かせないアイテムだ多分1作目だとこの感染してしまった人が UV に当たることで自分の点火を防ぐっていう設定はなかったと思う もしかしたら DLC の方にあったかもしれないけど少なくともメインゲームの方にはなかったかと思いますんでその辺やっぱりね設定がある程度広げられているみたいですさて ダイングライトの予約情報というか、えー、現在出てきている情報ですけども、2月4日発売予定。で、えー、9000円、9000円でデジタルデラックスが1万1000円、アルティメットが1万3000円というふうになっております。一応、デジタルデラックスとかアルティメットとかその辺を購入,の購入することのメリットは、なんかこうデジタルアートブックとかね、そういう部分に加えて DLC がついてくるっていうふなことみたいです。なので、この、 あらかじめアルティメットエディションを購入しておけば後から DLC2 つ購入する必要がなくなるというふうなことになっております一応ね現時点で DLC が最低でも2つ出てくることは確定しているみたいですセロ Z はね正直ありがたいあのこの辺のねセロレーティングをひたすら下げるために色々やった結果ゲームがこの 現実味がなくなったりとか没入感がなくなったりするのはやめてほしいんで、えー、ちゃんとね、ここで、まあゾンビゲーらしくね、Z レーティングしてくれたのはありがたいかな。ってことで、新しく出てきたダイエングライト2ステイヒューマンの情報でした。むちゃくちゃね、自分的には楽しみです。おそらく、発売直前ぐらいにね、えー、配信祭りやって、この一作目の方をね、最初から最後まで全部プレイするっていうね、ふうなことをやると思います。 学校のスケジュールがよろす許せばではありますけども。てなわけで、えー、この動画はこんなもんです。楽しんでいただけたらためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他の動画チャンネル、Twitter の動画説明の方リンクしておりますので、ぜひご確認ください。では、ご視聴ありがとうございました。バ,バイバイ。